皆さんどうもこんにちは。こんにちは。はなちゃんです。しるこです。ミントゥースです。みもね先生です。さあ今日はマインクラフトをやっていこうと思いますが、はいはい、まあちょっとね、やっぱりマインクラフトってできることがいろいろあるので目的を決めてプレイしたいと思います。はい、はい、それでは今回の目標発表させていただきます。はい、はい、お願いします。やべ、シフト誤解をしたら最小化した発表します。でん、ハナニーランドを建設する。おお、いいっすね。ハナニーランド、ハナニーランド、ハナニーランドって何ですか。ハナちゃんの、お王国というか。あー、なるほど。ハナちゃんがキングダム、まあそのそう、ハナちゃんテーマパークみたいな感じよね。あー、はい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 、ハナちゃんに関するものをいっぱい建設して。あー、なるほどね。それは一つのテーマパーク、花枝夏月資料館みたいなね。あー、まあ、そういう感じにしていきたいということで、はい、君たちはこの支配人ハナちゃんの元で、もう豚のように働く。おい、やめなさいやめなさい。豚のように働く従業員たちだ。ボロ雑巾のように扱って、おい支配人だぞ。痛い痛い痛い。ああああああ。おっしゃに怒っちゃったもん。沈んでた。沈んでた。で、君たちにはハナちゃんランド、ハナニーランドのために働いてもらうからね。はい、よろしくお願いしますね。じゃあまずはやっぱりこのハナニーランドのこう土台となるものを作らないといけないからね。最初の目標は支配人小屋です。支配人小屋、ね、え、支配人が心地よく生活ができる安らぎの間。ちなみに今僕ら今何やってるんですか。これは聖地ですね。聖地。なるほど、これなんかないんすか。もっと便利ななんかアイテムとかないんすか。このゲーム、このゲームは何にもないです。素手で掘るしかない。マジ。ハナニーランドの従業員にはたとえ道具があったとしても支給されません。なんで。おいおい、支配人だぞ。ボードが落ちてる。ボードが落ちてる。またもっともだよそれは。ちょっとなんか道具が欲しいよ。あなちゃん、あなちゃん道具ちょうだいよ。道具、しょうがない、しょうがない。じゃあ道具作りに行くぞ。いやー、どこに。素手でまず木を切るんだ。こっちだ。木を切る。じゃあ僕本当に前これやったことないですからね。本当に分かんない。僕もね、すんげー久しぶりにやるんですよ。で、E ボタン、 E ボタン、 E キーをクリックして、アイテム欄に白樺の木ありますよね。あるある。これをクラフトっていうところにドラッグ&ドロップ、はい、そうすると右側に白樺の木材ができますよね。できます。とりあえずこれ木にしていいの。木をあのあれしていいか。そうです。はいはい。そしたら今度は白樺の木材を4つクラフトのところに敷き詰めます。そうすると作業台ができる。本当だ。来ました。え、何これ、すごっ。これ置いてください。右クリックすると白樺の木材を縦に2つ置いてみてください。おお、棒。そう、棒だ。あ、なんかこの本を押したらレシピみたいのが。あ、もう作れるものだね。棒を作るものですか。あ、そう。え、待て、敵を襲ってきたぞ。え、敵中だ。え、みんな敵中だ。なんで。あれを見ろ、あそこを見ろ。どこに、どこ、どこ、あそこ見ろ。うわ、なになに、やばいやばいやばい、殴れ殴れ殴れ、漆黒の弓使いが、殴れ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 、いけ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 。おなんか支配人をなんか殺したって表示出たんだけど。おい、支配人何をする。支配人に対してなんてことしてくれるんだ。違う、え、違う、あ、いる。おめえら本当にマイクラやったことねえんだな。え、何これ、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビいる。いるんだよ。え、やばいやばい、まだ。じゃあもうこれちょっと自衛した方がいいってこと。自衛した方がいいね。とりあえず今んとこ夜を。おい、てね、おい、落ちて落ちて落ちて落ち着いて。敵できる。俺は落ち着いてんだよ。まずは家を。落ち着くな、おめえだろ。家を、家をね。そうだよ、住みたいっすね。まずそうそう、まずちょっと仮小屋、仮小屋をね。え、これ死んだらもしたら相手全部落とすんですか。落とします。マジ。では皆さんに今から支給品を配りたいと思います。あ、本当ですか。こちらにおいでやす。何ですか。これどうやって拾うの。斧です。これで木を刈ってください。OK です。先生一発殴っていいですか。バカ、マジ死ぬから。このもうレシピを選んだだけで。やめて、雲が、雲が、どこ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 、出て出て、あいつも放っておこう。やばい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 、来て来て来て、はちゃんはちゃん、あー、えっと、これ
あ、ゾンビ来てる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 、やれやれ、ゾンビゾンビ。オッケー、ここなんで、おめえは。囲め、囲め、囲め、囲め。どこだっけ、囲め。いや、いや、ゾンビが、ゾンビ強えぞ。え、ゾンビ強えぞ、お前。ゾンビ強えぞ、これ。ゾンビ、いや、ゾンビ強すぎだろ、こいつ。ちょっと待って、これ、夜の世界、やばすぎでしょ。やばいって。ちょ、みんなどこ、みんなどこ、助けて、バコン助けて、やばいやばいやばい、なんかもうめちゃくちゃアーチャーに狙われる。一回死の、あ、確かに一回死ろっすよ。あ、みんな一回死の、オッケーオッケー、よし、でもさっきのバーケンとこに、ここにとりあえず緊急避難シェルターを作る。オッケーオッケー、シェルター、オッケー、緊急避難シェルターだ。いや、なんか何、ゾンビが入ってきた、緊急避難シェルターの中にゾンビが入ってきた。まずい、ゾンビ、やばいやばいやばい、誰か助けて、なんか入ってきた。おい、緊急性もないし、まずいぞこれ。動けない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 、ゾンビと同じ空間ランデブしてんだって。あ、オッケーオッケー、倒した倒した倒した、みんちゃん倒した、みんちゃん倒した、あ、倒した、あ、出た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 、この空間を広げていこうよ。オッケーオッケー、確かに確かに、あ、しょしょ、あ、でも朝になってきたから明るくなってきた、いけたね。今のそいつらはあのこのハナニーランドの建設を邪魔しようとしている地元民ですね。許されてないってこと、地元の賛同を得ずに作ろうとしてるんですか、あなた。あ、もちろんもちろん。ダメでしょそれは。全部金の力で、違法建築だよ、違法建築、違法じゃないです、もうあの国に許可はもらってるんで。あ、でも住民からはめちゃくちゃ反対されてるってこと。そう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 、でも、ね、まああいつら腐ってるんで、まあ、関係ないっす。あー、確かにね、ゾンビっすもんね。なめてんのかマジで。とりあえずこのさっきのとこじゃなくてもうここで活動しよう、しばらくは。ちなみに体力はどうやって回復するんですか。あのね、食べるしかないですね。なるほど、じゃあそのなんか、まあ、さ、豚とか鶏とかだ。そう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 、じゃあハナニーの家を作ろう。よし、今からスコップを提供します。お、やったやった、支配人から、支配人からの臨時ボーナス。作業用のスコップか。それは用意しとけよ、それは。あ、全然違うわこれ、マジ。作業効率、やべ、爆の、やべ、爆速爆速爆速。あ、これ作った方がいいよ、ちゃんと。これ歩いてると勝手に登っちゃうんだけど、それね、自動ジャンプが多いになってるから。なるほど、チームワークを重視して。いや、こっちだこっちだ、こっちを掘るぞ。オッケー、ちょ、縦に縦にずっとついてこい。オッケー、支配人を見習って。はい、いいよ、いいよ、いいよ、もっと早く、もっと早く、もっともっと早く、もっと気合い入れて、もっと気合い入れて。オッケーオッケーオッケー、遅い遅い。なんかもうそんなんじゃ日が暮れちまうよ。道具の限界なんですけど、これちょっと。そんなんじゃ日が暮れちまうよ。というか、なんでこの一段下げて整地してるんですか。わからない、確かに。確かになんでなんで、無駄じゃないですか。無駄だよね、これ。先生、シアにもうスコップなくなったんですけど、新しいのください。スコップ、なんでだよ。え、もう壊れたんですか、なんでだ。スコップ弱くないですか、これ。なんかちょっと、まあ、木でできてるからな。木でできてるものは総じて寿命が短い。それは自然の摂理だ。確かに。切り替えていこう。え、新しいスコップが、じゃあ、って もらえないってこと。あれ、あれ、ないよってこと。よし、穴蔵ができた。よし、できた。支配人ハウスできたな。支配人ハウスもできたんですか。ああ、仮の段階ではできたぞ。みんな集合だ。みんな、これが支配人ハウスだ。これ、これ、ああ、入ってくれ。よし、おぞぞー、入ってき。あ、チャニー、俺花持っていった、花持っていった。はい、あ、花置いてくれ。オッケーっす。支配人ハウスに花を植えよう。オッケーオッケー。あ、いいぞいいぞいいぞ、いいいい、これは快適。よし、みんな、ご苦労だった。豚の生肉をプレゼンしよう。羊肉も食ってくれ。え、これ生肉食べていいの。いや、生肉食べて大丈夫。でよ、焼かなくていいの。焼かなくて大丈夫だ。焼いても美味しいが、生でも大丈夫、新鮮だから。手に肉持って、うん、食べて。お、いいよ。お、どうだい、どうだい、これ美味しいかい。なんか畑はクワかなんか作んないと。確かに、クワがいるんだ。なんか肉ゲージみたいなのがめっちゃ回復してって。回復してるだろう。すごい、体力も若干回復した。でも君は一つ重大な罪を犯した。何何何、支配人より先に食事を立てます。何うぜひんでやるな。何が起きたの。やるな、成長したじゃないか。それでこそマインクラフターだ。支配人が襲ってきて瞬間に攻撃しかした。支配人瞬殺してやばそれ。作業を続けるぞ。支配人はやはり木を切ってくる。木が全然ないっすね、ここ。ちょっと今木ないんだよ、ここ。斧使ってこのスピードか。でもこれもね、まだ木の斧だからね。ああ、木の斧から石の斧へ、石の斧から鉄の斧へと、だんだん素材を使ってアップグレードしていくわけだよ。石の斧ぐらいならなんか作れないんですか、支配人。じゃあ石の斧作りましょうか。石がないんだよね。お願いします。あ、ここに石あるよ、リモーネ君。これだってね、はい、これここに石あるね。あ、これ石、これツルハシで。じゃあ、ツルハシで行っちゃいなさい。やっちゃっていいですか。
あ、いいですよ、はい、あ、ナイス、はい、石器時代、はい、やっぱ木をいっぱいゲットしないと、木ないと何にもできない。あれを先に作りたいんだよな、あのどれ、どうですか、斧とかを。あ、支給されない作業道具。そうそうそう、全然支給されてこない。確かに月明かりだけが俺たちを照らしてくれる。甘いなこの明かり。汚い赤日を咲いたもしかして汚いよ。なかなかちょっと目印がないと分かりづらいな。みんなどこにいるのか分かんなくなったぞ。あ、目印作っときます。あれなんか大きいやつ。何を建設しようとしてる。目印。そういうことか。これが目印か。これなんか明るいなって思ったらこれ溶岩だわ。なんすかこれ。あれ、溶岩の存在に気づいちゃった。ドラーなってるところ見つけちゃったよ。ここはいいですか。入口止めといて、こうバッときゃいいんじゃないですか。俺たちここ塞いで。確かに。よりかもあるね。どう、あ、え、扉ついた、しおこさんのあれで。え、これどうやって開けるんですか。いいじゃない。みんな行きたい。いいよ、安全に過ごして。みんな明かりを作ったぞ。いいよ。え、どうやって作ったの。すごっ。まずい、支配人が雲に囲まれている。支配人、ここ帰っていって、扉。そう、扉ついてるから早く今。オッケーオッケー、デビルバットゴーストで行く。オッケー、開けますよ、支配人。はい、ちょっと待ってくれ。やばい、雲に見つめられてる。大丈夫です、支配人。私が開けるかもしれない。カバーする。オッケーオッケー、行くぞ。今だ。よしよしよし、どこだ。支配人、まだ。これだ。いいで開けるの。右行く。おー、しょ。あー、よし。あー、勝った。あ、あれ、一人いないような。俺がどこ。あ、そういえばベッドとか作るじゃなかったっけ。あ、そうだ、リスポーン地点にね。お前たちちょっと俺を迎えに来いよ、まず。あと倉庫も作んなきゃだ。俺を。何俺を迎えに来い。あ、じゃあ倉庫は、倉庫の前にここにさ、原木置いてくんない。原木もないんだよ。俺持ってないっすね、今。木材が2個ぐらいあるだけ。土だけある。先生は先生。俺を迎えに来てくれ。え、どこどこよ。どこよ。さっきんとこ。さっきってどこよ。さっき木切ってたじゃん、みんなで。うん。じゃあ、まずこの石穴、え、俺がさっき掘ってたやつだ。俺がさっき雲と見つめ合ったところに落ちやがった。いや、うっ、あやくしるかったよ。あ、痛い痛い痛い。やばい、やばい、雲いる。え、死んだか。やばい、雲に殺されてる。やばいやばいやばい。いじ、雲強すぎだろ。やばい、やばいんだって。え、よしよし、やったやばいんだって。このままじゃ頑張れ。誰か、いや、俺らもたどり着けないんだって。チェスト作るか。無理。チェスト作ったよ、ここに。あ、本当に。あ、でも開けらんない、上が開いてないから。待って、小さいゾンビがいるんだけど。ちょっと待って。なにこれ、これ。え、無理。これ騒がしいな。危ない、なんかいる。なんでちっちゃいゾンビいる。ちっちゃいゾンビ。ちょ、暴れた。おい、部屋の花が刈り取られる。あー、せっかく花畑にしたのに。おい、やれ、子供やって言わせるんだ。ゾンビだからな。たくよ、ちょっと助けに来てよ、早く。ちょ、場所が分かんないんだって。さっきんとこだ、さっきんとこ。ちょ、まじ、じゃあ松明作っていくか。はい、あげる。え、松明もらった。やばいって。やっこさん、みんな準備はいいか。やばい、くむり。やっこさん、あぶれ。準備はいいか。先生を迎えに行くぞ。オッケー。大事な従業員だからな。先生はどこいるんだろう。どこだ。いや、俺もう、なんか丘に一人で立ってんだよ、俺は。ああ、何、ここ穴開いてんじゃん。どこだ。とりあえず高いとこ行ってみるか。木を掲げながら来てくれ、こっちに。あ、い、あれ、あ、ゾンビだった。え、これせ、あ、ちょ、ゾンビだった。ゾンビと先生の区別がつかねえ。あいつ青いから。マジつかない。あれじゃないか。痛い。どこ。あ、痛い。あ、先生だ、これ。あ、え、これゾンビじゃねえか。それゾンビ。やめて、動くな。あ、いるじゃない、先生。行って、うん、あれ、みーちゃん、あれ、みーちゃん死んでる。俺に殺される。やべ、俺死ぬ。やばい、あーあー、やばい。めちゃくちゃじゃねえか。アイテムがすげえ落ちてる、そこ。え、まだ出してくる。やべえ、これ部屋、無理。あ、じゃあそこにアイテム一個落ちた。また子供入ってきてる。まずい、やばい。うわぁ、痛い。おい、せっかく作ったのにさ。なにこいつら、おっと空気読め、地元民が。地元住民よ。同意を得てないからよ。あ、やばい。よしよし、日の光で燃え始めたな。
地元住民。ああよし。いややっぱ火に弱いんですよね。火に弱いね。光に弱いね。痛い。なんだここおい。はい。なんでだって。もういい加減覚えてそこに穴があるの。さあということで今回の進捗情報はこんな感じですね。はい、支配人の安らぎの場、そして、はい、この支配人の安らぎの場の目印となる謎のオブジェ、こちらをなんと作ることに成功しました。謎のオブジェってどれですか？謎のオブジェ、これです。まるでこう王冠をねイメージしたような。あーそうそうそう、なるほどなるほど、さあということで我々の戦いはまだまだ続く。また次回お会いしましょう。フォッ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 。